お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もねクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらです。はい、今グローバル8位、はい、世界8位ですね。はい、というわけで、まあ、こっからね今日は生マルチをやっていこうかなと思います。で、デッキなんですけども、こちらのね、3種の神器、まあ、神器デッキと呼ばれる、デッキですね、で、を使ってやってきています。まあ、ケンチとかがね、よく YouTube 上げてるかな。はい、ライキさんとかも、神器得意な方だと思われるんでね。多分、その方たちの YouTube を見に行くと、多分このデッキの、動画あると思います。で、僕、神器デッキ、今まで動画に出したこと多分ないかな。初かもしれないですね。はい、今後また出していけたらなと思います。で、マッチング的には、まあ、見た感じ、まあ、こんな感じですね。このペッカスケラはですね、ちょっと相性いいんですけど、最後ね、うまいこと持っていかれたって感じで、このミニペファルチェのホグクエイクも最近ちょっと流行り出してます。で、まあ、ゴレのこのファルチェ型が多い。って感じかな。で、クロスは、きついです。きついです。多分勝てないですね、なかなか。ここなんかラッキーで結構勝ててるんですけど、まあ、マッチング的にはこういった形で、ね、ジャイプリプリとかもめちゃくちゃ無理ですね。で、スパーキーもきついです。まあ、そんな感じかな。はい。という感じでさ、やっていきたいなと思います。で、ペッカとゴレに対して、僕が立ち回りすごい苦手なんですよね。なんか勝ってる方は多分ね、慣れれば全然いけないことはないと思うんですけど、最後の最後に、っていう、勝ちきれないっていうのがね、ゴレと、ペッカですね。なので、まあ、ゴレ、ペッカあたりにはね、当たりたくないかなというのは、すごいあります。はい。多分一勝するだけで、多分グロ4位ぐらいまでに上がると思うので、ここね、一回すごい勝ちたいなと、思います。で、このデッキはですね、スペルがタルババユキでもね、結構前から存在するかな？存在するかな？で、まあ、使い方はすごい、むずいですね。言っちゃうとすごいむずいです。ランバー有能ラムライダーとかで攻めるんですけど、アイゴレランバーで攻める場面、アイゴレインドラでこう攻める場面、で、アイゴレに、何か咲いてきたところをマジアチャで、射抜いていくみたいな、こう、攻めパターンがすごい無限にあるんですよね。ゴーレムとか、ラバだったらしっかり形を作ってっていうのが基本となってくると思うんですけど、もう攻めパターンが無限にありすぎて、で、防衛パターンもね、無限にありすぎるので、そこがね、また難しいところではあるんですけど、この使ってる感じ、めちゃくちゃ楽しいですね、ナレート。マジアチャとか、ユーノとかで、こう、ダメージが入るか入らないかみたいなところがね、すごいやってて楽しいですね。あー、二の愛四つ葉さんだ。この前負けたんすよね。今一勝一敗かな。この神器デッキで。枯渇ですね。枯渇のプレイヤーだと思われます。アウプリですね。アウトロー。そう、プリンスがね、厄介なんですよね。で、この前戦って学びとしては、マジアチャが、枯渇に対してはすごい刺さります。相手がロケットなので、マジアチャがすごい刺さります。ですけど、マジアチャを適当に、こう、今手札にあるから後ろからこう裂いちゃおうって感じで裂いてしまうと、逆サイドにケツプリンセスで、後ろに吹き矢からのマジアチャのタゲを、まあプリンスとかで取られて、そのままね、マジアチャが仕事をせずに、そのままカウンターを受けて、処理されてしまうっていうので、前回ね、ボコボコにされましたですので、とりあえずマジアチャを出すのではなく、マジアチャが刺さるんですけど、しっかり活躍するタイミングでマジアチャを出していきたいっていうのはね、ありますね。なので相手のプリンセスとかを処理するマジアチャからの攻めにつなげていくみたいな感じで、何もしないマジアチャは出したくないかなと思います。このプリンとかを処理するマジアチャからの攻めでね、つながるマジアチャとかはすごいいいかなと思いますね。ワンチャンアウトローで延命とかもすごい考えられますけど。よいしょ。ここはね、ちょっと勝ちたいですね、ここの延命は。こうマジアチャーが相手からしたらすごい辛いんですよね。まあ、ここ多分プリンスで受けてくるかな。で、今、タルババ使っちゃったので、こう早めにもう溶かしちゃいたいですね。これ、雪玉打たれるかな。あぶねえ、打たれたら終わってた。よいしょ。で、まあ、なんかで受けてくるけど、ギャング咲いてるからむずいよね。雪玉か。ああ、そうだ。はい、といった感じで、マジアチャーをしっかりね、働かせたいなと思います。まあ、むずいんすけどね、それもまた。
でロケット撃たれるのも嫌ですしね。まあ、ここは一回プリンセスに対して絶対働くからケツマジアじゃ出すけど、ワンチャンロケット撃たれるっすね。1枚これで蓋しつつで、ここのインドラに対してマジアチャとワンチャン一緒にできるならロケット撃たれる可能性もありますね。いや、うまいですね、延命が。このプリンスがね、すごい厄介なんですよね。まあ、なんですけども、よいしょ。相手もマジアチャがとても苦しいといった場面です。むずいですね。プリンスの受けがね、なかなかやっぱないっていうのがありますね。あ、逆サインずれてると思った。これ吹き矢から殴ってあげて、ちょっといい流れですね。この雪玉はちょっと美味しい。ここを乗せたいっすね。ワンチャンロケ防衛かな。でもインドラと当てるのはちょっとむずいんじゃない？走れ。おい、来た。いや、このダメージはでかいですね。で、ここは、一回しゃしゃらずに、後ろマジアチャからの有能なダッシュ受けをしたいかなと思います。アウトロ出たら瞬間的にアイゴロを出したいですね。よしよし、いい流れではありますね。で、今これを割いたので、プリンスですね。このデッキ、プリンスが一番きついんですけど、プリンスを割いたので、まあ、小物しかないという判断で、攻めていきます。で、まあ、雪玉までは一回打たずにステイでいいかな。で、ここをマジアチャで、処理しつつ、ここね、言うので言ってもいいんですけど、言っちゃうと、プリンス受けがきつくなるので、一回置きます。オッケー、このダメージは美味しいと。で、ここ一回ワンチャン延命されるので、低めから受けて、相手もこのプリン捨てますね。よいしょ。ちょっとね、集中しますので、若干お静かになります、自分がね。自分がお静かになります。タルババよいしょ。で、タイブレイカールールがね、マルチで採用されたので、無理にね、攻めなくてもいいかな、というのありますね。アド取られたら一回ゆっくり行きたい。ここはやばい、プリンス受けからの、ちょっと厄介ですね。よいしょ。マジアチが働くよと。これプリンセス残ると結構やばいですね。まあ、インドラで処理からの、まあ、雪玉ですね。よしよし、まあ、こんな感じで今丁寧に行くと多分さすがにね、2600はまあ言ったら僕がプリンスのダメージを入れてしまうとかですね、負け筋としては。で、削られてない側に、ゆっくりね、マジアチャ割いて、これ雪玉で処理して、OK。いい感じですね。ここをワンチャン、プリンスを端前割いたので、これちょっとチャンスですね。で、ロケットであんま一緒にされたくないように、なんか微妙にね、微妙に打ちづらい感じで行くと、よいしょ！いや、このダメージでかいですね。まあなんですけど、逆サイがね、逆サイがまた痛いんですけど、まあ若干許容もしつつ、いや、ここワンチャンしちゃったか？やばい。こういうことですね。こういうことをすると、言ったら負け筋になりますね。これ横ずれてますね。よいしょ。まあ、プリンセス処理しつつ、OK。で、今、プリンスがないので、OK、OK。まあまあ、一回、後ろからでいいかな。言うので、絶対ギャングかアウトローで延命していきますので、それをそのままマジアチャで処理と。よし、これは、グッドゲームですね。よし。よし、この前負けたんですよね。もう、鬼うまかったんですよね。一回、一回勝ったんですよ。一回勝ったんですけど、その後にまた当たって、まあ、立ち回りですね、もう多分。ここはこうすればいいっていうのを分かられてですね、この前ボコボコにされたんですけど、リベンジできましたね。よし、いや、いいですね。ということで、まあ、枯渇に対しては丁寧に丁寧にあんな感じで立ち回れば結構いけるかなと思います。で、今グローバル5位で、まあ、次勝てば、まあ、グローバル、いや、差がすごいですね。まあ上がって4位かなというところで、まだ行きたいと思いますね。よしという感じでですね、明日かな、この動画が上がる、次の日ぐらいに、岡山の方に帰ろうかなと思ってます。はい、僕、実家が、岡山で、今も上京してきて、東京の方で一人暮らしをしているんですけども、まあ、一旦ね、実家に帰って親のご飯食べつつ、まあ、彼女に会いつつ、
地元の友達と遊びつつっていった感じで、まあ、YouTube もね毎日もちろん上げるので、ね、そちらも、見ていただければ、幸いなんですけども、多分ですね、多分 BO3 系を、ちょっと上げたいなと思ってますが、上げます。はい、海外の世界大会、こうもう少しでねあるんですけど、12月の初めかな、はい、世界大会があるんですけど、まあその世界大会に出る選手たちにね、をまあメインとして、その方たちと BO3 をねちょっとやらさせていただこうかなと思ってるのでね、ぜひ、そちらのね BO3 も楽しみにと思いつつ、そしてね世界大会ですね、もうすぐですね、もうすぐファブが出ますよ、ファブが。はい、まあ悔しい反面ちょっとね複雑な思いもありますけど、まあ頑張っていただきたいですね、出てるからには。はい、という感じで、マッチングがねちょっと長いですね今日は。まあ、家から出てないんでね、鼻が大丈夫なんですけど、外に出るとやっぱ外に出た瞬間ですね、もう一瞬でなんかもう鼻水ダラダラになってきますね。なんで外出にはティッシュが欠かせないといった感じです。はい、来た、来ましたね。あ、バナナゴーセかゴースかわかんないですけど、バナナはね、バナナマジで大嫌いなんですよね。食べ物だったら全然食えるんですけど、飲み物系はね、マジでバナナ嫌いなんですよね。はい、あとショテゴレも嫌いっす。で、そう、ゴレなんですよね、この人。これはラムライダー飛ばしていいな。ラム一発殴れ。あは、ランバが残れば神だったけど、これトレネでやられるかな。無視か。で、これに後ろにダクネカファルチ来て、一個おられて、おじいじ。いやだーん。やれやれやれ、ファルチが自陣に入ってないことによってちょっとやばいかな。ファルチが殴ったら終わる。うわ、危ねー。え、クロン、やばい、痛い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 、ファルチやめて、ファルチやめて。オッケーオッケー、しかもこれたまたまカウンターになる、ワンチャンギャングとかあるかな、わかんない。おー、ゴレクロでしたね。いやー、これ対応したくないけど、まあこのマジアチャに対して相手は対応しないといけないので、まあいいかなっていう感じですね。ゴレーランバーの、スケアミでしょ？ダクネが多分確定であるんですよね。ここをランバーラムするか、後ろから行くかなんですけど、まあ、クローンなので、ワンチャンでもロケがあるんですよね。ゴレクローって普通、トルネーともザップのクローンとかだと思うんですけど、この方ね、ワンチャンね、あるんですよ、マジで。それが良くないですね。まあでもここはマジアチャで、オッケーオッケー、ゴレ解ければまあそんな怖くないけど、トルネがちょっと怖いですね。いい感じの雪玉をやって、これマジアチャ、うえ、マジやばい、雪玉も冴えてる、これやばいっすね。急いでインド出して、オッケーオッケー、あぶねあぶねやめて、おい、ちょ待って、すごいカオス、やばい、これ1個られたら負けますね。スキャミがあるんで1回マジアチャ裂いて、ないですね、スペルはない、スペルは絶対ない、スペルは絶対ないから、バルーンも別にラムで完封できるので、あ、ファルチがだるい、ファルチがだるい、まあ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 落ち着け、焦んなよ俺。オッケー、いや、いいいい攻め、焦ってない、うわ、やっぱあるね、ファルチーまた回ってないと思うので、で、これスケアミ出せないはず、まあ、ワンチャン出る、いや、いいよ、マジでちゃオッケー、で、これはスケアミ、うん、ちょ、一回ここでワンチャンバルー来る、スケアミ、うん、オッケーオッケー、で、スケアミ裂いてここで一回飛ばして、オッケー、これラムがたまたまバルーン殴れ、やばい、フリーズ来たら終わる、フリーズ来たら終わる、あぶねー、来た、おー、危ねー、やば、あー、ちょ、怖い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 って、なんやねんそのデッキ、本当にびっくりゲームしてんやん、マジで。ふう、ちょっとめっちゃ怖かったっすね、相手のデッキ、やば、トルネがないんですけどロケットとクローンがある、ふう、まあちょっとね、ちょっと怖かったですけど、まあ勝ててちょっと良かったですね。あー、順位は上がんなかったですけど、まあね、勝てたので、ちょっとね、
今日はこんな感じでね、終わろうかなと思います。まあ、2000円しかできてないんですけど、その分ね、結構質が良かったんではないかなと思います。ですので、こちらのね、マジアチャ神器、今後ね、僕も結構この動画出していこうと思うので、このデッキのね。はい、良ければね、皆さんもこちら一緒に、使ってみたらどうでしょうか。というわけでね、良ければ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。次回ね、かわかんないですけど、BO3 動画出すのでお楽しみください。では、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。